おはようございます。皆さん最近ちょっとライブとか頑張っていろいろやってると思うんですけど、いや、頑張ってる、優しい。じゃあ Uber 頼んでください。そうだよね。ちょっと Uber の代わりにお渡ししなければいけないものです。何ですか？美味しい。皆さんに3人ずつに分かれて何コントをしてもらいます。コントって何だろう。台本も用意はしてますが、そのままではなく3人ずつに分かれたチームごとに中身をアレンジして。あーめんどくさいやつだ。ゆうちゃんだ。リーダーはそんなこと言った。切り抜き立花五郎だ。リーダー立花五郎だ。アレンジして発表を最後にしてもらいます。なのでまず3人ずつのチームに分かれた後に台本を皆さんにお渡ししますので、チーム分けはもう代表者決めちゃうとその3人は一緒になれなくなっちゃうので、グーチョキパーで3人ずつに分かれるまでじゃんけんをしてもらいます。グーチョキパーで分かれましょう。で出さねえか。分かれましょう、分かれましょう。あ、パー分かれた。あ、え、分かれた、全部分かれた。まあ、でもせっかくなんでチーム名をそれぞれに決めてもらった方がいいかなと思って。決めといた。何しようか。チーム名加藤ミリアでしょ。あと？なんで？オッケーですかね。はい。はい。ではチーム名をこちら側から。はい。チーム名はせーの、男爵マンジカイです。かわいい。かわいい。はい。私たちは。ネクストイジンです。おお。私たちは鳥の内骨ビズリネジュです。ぜひ頑張ってほしい。頑張ってほしい。皆さんちょっと頑張ったんだけど、忙しいと思うんですけど。はいはい。本当にね。忙しいです。いつあたりまでありがたい。ああ確かに、いつまでですか。また急に連絡します。明日とか呼び出されて。この後は皆さんでアレンジと練習をしていただいて、突然連絡しますので連絡したら発表会をします。はい、それでは練習スタート。頑張ります。だいぶ前に台本渡したのって覚えてますか？何の話だろうね。でその台本の練習とアレンジをしてくださいって前回言って、急に呼び出しますって言ってたんですけど、はい、っていうことでちょっと呼び出してみました。今日だったか。なので今回ですね、その台本を作っていただいた方に審査をしていただくんですけど、3つに分けたグループの中で審査員の方に選ばれた優勝のグループはクイーンオブコント。なんだそれは。いやちょっと決めたんですけど、なんだって言われるか分かんないです。賞金は？賞金はないです。賞金ないとやってられないですよ。やってられないよ。私玉かーで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 攻めるアイドルやだな。で、じゃんけんを3チームのリーダー代表でやっていただきたくて、この3グループのうち一番最後に発表する第3のグループは、動画見てる皆さんが台本を見ることができないので、一旦台本通りのコントを一番最初にやってもらうっていう。うちらのチーム頑張ろうね。頑張ろうね。チーム名は？チーム名は？チーム名何？ふわふわピッピ。ふわふわピッピ。ふわふわピッピ。一文字しかもらえないの。さあ、じゃあ、じゃんけんぽい。うわちょっと後でお菓子あげるよ。出して。じゃあ、あ、怖い。何番目ですか？何番目だ？一番にします。一番。はい。いくぞ！最初はグー、じゃんけんぽい！大丈夫だよ。でもまだ2番か3番選べるので。やりたいかもしれない。もしかしたら元ネタやりたいかもしれない。あ、確かに。2回入れた方がさ、ほら、通常、ここにいる。そう。長くなるんだね。あ、なんか、亀裂が？いや、いいよ、いいよ。そんなの気にすんな。じゃあ、何番がいいですか？2番で。じ
じゃあそれぞれのグループでコントを発表するんですが、まず男色漫字会。そんな名前なんだ。漫字会。そんな名前なんだろ。はい。男色漫字会の3名は台本通りのコントを一番最初に発表してもらいます。それではやっていきましょう。スタート。イエーイ。コント銀行強盗。よし、今日私たちが突入するのはいぎなり銀行。絶対に失敗は許されない。あんたたちしっかり準備はしてきたんでしょうね。はい、もちろんです。ボス、任せてください、ボス。よし、じゃあまずは強盗に必要な荷物の確認から行くから、じゃあまずは武器、見せてごらん。はい。さあ、どんな武器が出てくるかな。いや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 、こんなんで強盗できるわけないでしょ。あんたこれおもちゃじゃん。あ、これさっき100均で買ってきました。100均 ?108 円じゃできないよ。違いますよ。ビニール袋も買ったんで113円でした。いや、そんな変わんねえわ。後で領収書お願いしますね。前株、強盗で。いや、通用しねえよ。って、お前、これは何？バンバン。舐めてんな、完全に。バンバン金出せ！バンバン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 ！ここに、ありったけの10円玉を詰めろ。いや、10円玉かーい！バンバン！バンバン！金出せ！バンバン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 ！手上げろ！バンバン！バンバン！ボス！そろそろ突入しましょう。いや、バカ野郎！こんな、これ遊びじゃないんだよ。強盗だよ。しっかりしてもう。すいません。じゃあもう、あんたたち武器はいいや。武器は私に任せて。で、顔見えちゃいけないでしょ、強盗。だから、はい、ちょっと覆面の用意して。はい、買ってきたでしょ、それくらいは。はい、行きました。行きました。さあ、ちゃんと覆面はしてもらわないと困るんだよな。どんな覆面が出てくるかな。さあ、そろそろ準備できたかな。何をコソコソしてるの。大丈夫かな。はい、はい、いい返事。よし、じゃあ見せてごらん。行くぞ。はい。いや、もういい加減にして。はい、どうもありがとうございました。お前たち、今日強盗に入るのはいぎなり銀行だ。絶対に失敗は許されない。準備できてんだろうな。もちろんです、ボス。任せてください、ブス。うん、え、ブスってブスって。オッケー、準備できてるようだな。じゃあ一応持ち物チェックだけするから、みんな持ってきた武器見せてみろ。お前から。はい、これです。いや、魔法のステッキー。強盗先ないでしょ。さすがだな、それが必要だよな。いいの？はい、分かってる、ちゃんと。よかったよかった。じゃあちょっとそれ使って泥棒する練習してみるか。はい、オッケー、やってみよう。いきます。うん、これ本当に魔法使えちゃう感じ。えい、いや、使わないかない。柔道袈裟固め。おお、いいじゃん。オッケーオッケー、これがいいの。ナイスだな。はい、もう一個武器じゃないや、もう一個技当たりするかい。はい。うん、やってみよう。いきます。次こそ本当に、次こそ本当に魔法。そのまま使いたい。あー、最高だよ。はい、調子いいじゃん。はい、オッケーオッケー。え、ボスだよね、立場逆転してる。じゃあお前は何持ってきた。はい、私はこれ持ってきました。うん、ピストルです。ボーターにピストルってあんま見たことないよ。いや、ド定番、ドドドドド定番。大丈夫ですか、ね、なんだな、大丈夫かな。おかしいの、私がおかしいの。まあいい。じゃあ、こっから突入していくけど、絶対に音を立ててダメだからな。はい、静かに、サイレントで行くのぞ。はい、行くぞ。はい、いやいやいや、泳ぐな泳ぐな泳ぐな。どう考えてもバレるでしょ。ちょっとちょっとちょっと、何やってんの。私がおかしい。お前ら、ゴトラ、手を挙げろ。プチョヘンザ。いや、いや、ここは何が会場かって。一緒に盛り上がってどうすんの。もう本当おかしい、あなたたちに任せられないから。もう私に任せて。ここから行くからね、みんなついてきてね。
いくよ。いくぞ。パン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 。もういい加減にして。どうもありがとうございました。銀行強盗だ。何笑ってんだよ。何笑ってんだよ。謝りの一言入れろ。I'm sorry. 笑っちまったじゃねえか。始めるからね。はい。はい、前よーし。はい、左よーし。はい、前よーし。あれ、右だった。後ろよーし。はい、3番、よーい。3秒前、10、9、8、7、長い、5、4、5、4、3、2、1、せーの。私に任せて。最後からも大丈夫だから。じゃあまず強盗に必要な持ち物の確認からいくから、お前たちじゃあ武器から見せてもらおうかな。はい、はい、任せてください。よし、じゃあどんな武器が出てくるかな。今日のために復活しちゃったんだ。え、かわいい。何その色。筆も買って、あ、なんかゴミついてる。これボス持っててください。ごめんなさい。私なんでゴミもらった。ありがとう。多分これで気に入られるよ。本当に、うん、何してんの今日。冒頭だよ、行くの。今日って銀行員との合コンじゃないんですか。いや、合コンじゃない、合コンじゃない。今日、強盗ね。まあ、確かに合コンと強盗似てるけど、銀行員との強盗か。いや、それも違うわ。いや、銀行員との強盗ではない。銀行に強盗に行くの。銀行員の強盗、強盗員の銀盗。ちょー、もういいや。とりあえず、まあ、化粧道具しまって。確かに銀行員との合コン、まあ、私も行きたいし、行きたいけど今日は強盗ね。あ、待ってください。あ、ちょっとアイシャドウよれてます。お願いしてもいい、うん、あ、いいね、いいね。ありがとう。これでちょっとよっ、あ、よ、ボスモテ温度。ありがとう。す、今何言ってまあ、いいです。まあ、もういいや。まあ、変化は良くない。まあ、確かに合コンも行きたいし、まあ、ちょっとどうしても。踏むな。まあ、いいんだけど、そう、今日は強盗だから、ちょっと、そう、武器の確認してたんじゃね。ちょっと、武器ちゃんと用意してもらえる？いい？はい。貸して。どんな武器が出てくるかな。ちょっと今日銃を忘れちゃったかもしれないですね。いや、何してんだよ。もう本当に合コン行く気満々だったんじゃないか。どうしよう。あ、パパに電話します。ちょっと待ってください。そっか、強盗一家だもんね。そうだよね。どんな出てくるかな、武器。楽しみだな。あ、パパ、ちょっと今日銃忘れちゃってさ、貸してくんないかな。そっか、カヤのパパ、警察だもんね。いや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 、ちょっと。パパ。いや、ちょっと待って、パパにが警察官だったら捕まっちゃうよね、うちら。ダメでしょ。でもパパだもん。いや、でも、うちらが今から強盗行くのに、パパ警察官で電話しちゃったら、うちら捕まっちゃうでしょ。しかも、パパが警察官で娘が強盗犯ってどんな家族だよ。ちょっと複雑。かもしれないです。まあ、もういいや。武器はもういいや。はい、ちょっと今直さないでもらっていいですか。ちょっと直しておいてください。まあ、でも、うん、今日行く銀行、私のお母さんの銀行なんで、え、多分くれますよ、お金。本当に。うん、
金盗むの？はい。なんか私が一番それを複雑な気がするんだけど。ババババババ悪いやつだね。悪いやつ。かっこいい。いいよ、進めて。はい、ではもう気を取り直して、気を取り直せないんだけど、もう武器はいいや。私に任せて武器は。はい。あ、ありがとうございます。いや、もう気が早いな。まあいいや。私が武器を用意するから、あんたたちは盗みに大事な覆面、覆面をちゃんと用意してもらってもいい？はい。ああ、どんなのが出てくるかな。もう武器も持ってないし、お母さんの銀行だし、パパ警察官だし、ちょっとなんか。あとは入らない。入ったかもしれない。入ったこれ。まあ覆面はちゃんとしてくれるよね、この二人だもん。準備できたかな。はい、よし、じゃあ見せてみ。せーの。いや、変わんないやないかい。はい、どうもありがとうございました。イエーイ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで、本日は台本を作った方がいらっしゃってまして、審査をしていただいたので、発表した順番に投票いただきます。じゃあ、1組目からいただきます。はい、ネクスト偉人のお三方、お疲れ様でした。とても面白かったです。リツキさんの世界観を生かすコントになっていて、すごくそこは見ていて楽しめました。あと、立花さんの動きがいちいちうるさくて、とても面白いポイントだなと思いました。ネタなんですけど、ちょっとトリオでやるネタにしてはボケ数がちょっと少ないのと、後半にもボケをもっと畳みかけて右肩上がりに盛り上がっていって終わるみたいにした方がトリオのネタとしてはいいと思います。でも、まとまってていいネタだったと思います。ありがとうございます。それでは2組目、2組目、鳥の軟骨ウィズリネジの皆さん。リネジュ、とても面白かったです。まあ、良くも悪くも藤谷美優っていう感じで、ちょっと今回は悪い藤谷さんが出たかなっていうふうに思いました。ネタ時間がまず長いっていうのがちょっと気になったのと、だんだん後半これは何を見せられてるんだろうなっていう気分に見てる方がなってしまったかなって思いました。準決勝は爆笑を取ってたのに、なぜ決勝でネタを変えたのかなっていうふうに思いました。次回期待します。じゃあ最後に3組目お願いします。はい、男色漫字会、とても面白かったです。最初にメイクの髪直すボケとかが入ってるのが、10代の女の子の自分たちを生かしてるボケで、すごく入りやすかったなっていうふうに思いました。途中からのネタの展開力があって、予想外のネタの発展をしていくのに、コントの世界にこっちが入り込んでしまうみたいな、とても良かったと思います。以上です。ということで、3組ともそれぞれ投票をいただいたんですけども、今回の企画的にはなんかクイーンオブコントを決めるっていう話だったので、審査員の方に最終的にどこが一番良かったのかを最後に発表していただこうかと思います。それでは、今回クイーンオブコントに選ばれるグループはこれです。いや、魔法の素敵。もうなんか噂によるとおじさんのファンしかいないよ。おい、銀行員の強盗員の銀刀。じゃん。男色の藤谷。やったー！やったー！予想外。合わせたの今日の朝だよ。やばー。ありがとうございます。男色漫字会がクイーンオブコント。おめでとう。ありがとうございます。面白い。ということで、第2回あるかな？あるかな？いきなりクイーンオブコント決定戦でした。ありがとうございます。